水田三夫は、日本の政治家、情勢大学創立者、自由民主党政務調査会長、大倉大臣を数度にわたり、務めたほか、経済審議長長官や、通商産業大臣など経済閣僚を歴任した。戦後日本の代表的な財政課でもある、千葉県安房郡揃村出身。水田家は400年ほど前に、佐抜の地から移住してきた家系とされる。 祖父、竹蔵、父、慎太郎はいずれも村長を務めた。旧運輸事務次官と日本航空副社長を務めた町田忠氏は妻の実定である。実家は給水電化住宅として保存されている。旧西安房中学校、旧西ミッド高等学校を経て京都帝国大学法学部に入学。立川幸都市の刑法や竹田省の手形法。 宮本秀長の刑事訴訟法などを学ぶ。学生時代は、マルクスボーイで、柔道5段、剣道3段の腕前から当時兄弟教授の川上、はじめのボディーガードを買って出て、一度ならず検挙された。1931年卒業後は、東京市職員を振り出しに、先週大学講師、北越石油監査役、日本広範常務、大道石油取締役を経て、 1946年の第22回衆議院議員総選挙に当選、以後13回連続当選を果たす。1953年第4次吉田内閣で経済審議長長官として初入閣。自由党では何度も政調会長に選ばれ、義理人情の当人派が多い王の万木派にあって政策通として活躍。保守報道直後の1955年に、 自民党の党三役の一つである初代政調会長に就任。1956年と1957年の石橋内閣で通商産業大臣産業計画会議員に就任。1957年の第一次元内閣でも通産省を務める。1960年第一次池田隼人内閣で大倉大臣に就任。積極財政論者として 池田の所得倍増政策に共鳴し、推進役となる。第二次池田内閣で引き続き留任し、輸入増大に伴う国際収支の悪化を防ぐべく、財政、金融の引き締めを行った。続く佐藤栄作政権では、第一次第三次内閣にわたって、福田武雄と交互に増唱を務めた。百六十七年八月には、ロンドンで開催された。 先進10カ国増商会議に出席。帰国直後からは、皇帝部会の引き上げなど、景気抑制策に乗り出した。福田と並んで、いわば日本の高度経済成長期を象徴する、財政家の一人であった。ことに、佐藤英作政権末期に起こった、いわゆるニクソンショックでは、為替相場安定に不振し、変動相場制へと動く、過渡期の国際金融情勢下で、 日本の財政を舵取りした人物として知られる。大野の死後、大野派が、船田中派と、村上勇派に分裂した際には船田派に参加する。しかし1971年に、村上が旧大野派の大道団結に動くと、これにこうして船田派から離脱。さらに藤山愛一郎派まで包含して、水田派を結成し、中間派の領袖として影響力を持った。 1975年11月、スペインのフランコ総統の国葬に特派大使として派遣された。1976年の第34回衆議院議員総選挙で13回目の当選を果たした直後、先行性腹膜炎のため救世する。71歳を打つ。財政実務経験豊富な水田の死去は、虚勢脱と形容された。佐藤英作夫人の佐藤博子は、 水田の追悼集で、大倉大臣といえば、戦前は高橋小暦よ、戦後は水田美希を投票している。政治活動の傍ら教育にも強い関心を抱き続け、1965年に情勢大学を創立した。ありがとうございます。